だって今俺のブームは、だってディアボリックラバーズだ。なんで、え、なんでそこなんですか。いや、あの、ちょうど弾丸論破のアニメと、マジェスティックプリンスのそのニコニコの、で、最終回まで見て、もう、この二つがない一週間なんてやだよ、死にてなんて思ってたら、新番組って中に、なんか、ディアボリック・ラバーズっていうのがあって、なんかこれ、ちょっと見てみよう。15分だし、すぐ見終わるわ、と思ったら、くっそ面白くて。そう、面白い。原作は、女性向け恋愛 CD。なんか、ささやき CD みたいなやつで、それは待望のアニメ化。吸血鬼の一家が住んでる家に、偶然来ちゃったヒロインが、まあ、あの、そいつらと生活しながら、なんかこう絆が深まるような話かと思ったら、うん、ヒロイン餌なの。吸血鬼にだからみんな血を吸いたくてしょうがないのね。はい、あ、餌が来たみたいな感じになって、みんな狙ってんの主人公、そういう意味で。へー、恋愛っていうよりは餌。緑川さんの役とかにいきなりお前本当にダメだって言って、いきなりプールにドーンって突き落とされて、そしたら緑川さんがあ死んじゃうかもって言ってボーンって飛び込んだら、緑川さんの役急に生きり立って水中で血吸っちゃうっていう。死ぬからなって。死ぬからなって。無茶しますね、随分と。最初に、緑川さん最初にあの、ドボンって飛び込んだ時に、ヒロインのゆいちゃんに人工呼吸するのね、水中で。え、意味がない。全く意味がない。二酸化炭素しか送ってないんだよ。カオスっすね。そしたら、緑川さん生きり立っちゃって、血を吸わせるって言って。血を吸わせろって言ってこう、血吸っちゃうの。やばいっすね、そこは。死ぬぜ。ゆうちゃん人間だよ、普通の。やばいっすね。死んじゃう、死んじゃう。でも多分まあ、そういう、あの、そういうのがたまらんっていう層の女性に愛された作品なんでしょうね。どうなんだろうね。ディアボリック・ラバーズ。いや、俺女じゃないからわかんないな。まあ、ほら、ね、あの、いわゆるまあ、M な、欲求を満たしてくれるっていう感じではない。そうなの？誰一人優しくない。そういうのに快感を感じる女子もいるんじゃないですか。瀬戸くんそういうの嫌でしょ、だって。やだやだ。そうですよね、そりゃ。普通そうだよね。嫌です。それいいかもって言わない。いい声でもずーっと虐げられるのは嫌だよ。プールに落とされた上に血まじで吸われるって。そうだよ。なんか今日、この後調理実習だよ。たこ焼き作れやって言って、ちゃんとたこ焼き作っちゃうの。なんかよくわかんないでしょ、うん、その後、その食った口で血吸われちゃうの。たこ焼き臭い口で、そう。お騒ぎなんだね、みたいなね。ちょっと、うめえって言って緑川さんが言う。たこ焼きなのか血なのかどっちなんだよ。やべえ、超面白い。ディアボリックラス、超見ろ、めっちゃ面白い。見なきゃさ、ちょっと見たくなる。で、エンディングがインストで、めっちゃ怖い曲がかかるんです。俺、ディアボリック・ラバーズしかまだ見てないからさ。さ、ディアボリック・ラバーズにハマりすぎて他に目入ってない。ごめんごめん。ディアラバでもう満足しちゃうんだよ。満足し、他の方見ましょう。いや、5話見たら、相変わらず、あの、カジ部屋って呼んでんだけど、いつも熊持ってるカジ君の。カジ部屋が不条理すぎて。不条理すぎて。お前、急に切れんなよ、お前。って言って。ほんと面白いんだよな。で、そのまま4話、3話と遡ったんだけど、注目の3話だよ。あの、鳥さんの役が、いつも眠たそうにしてんのね。それがもう寝てんのね。で、あの、服着たままお風呂に入ってて、で、ゆいちゃんがお風呂入ろうとしたら、もう先に鳥さんがいたって。私はお風呂に入ろうとしてって言って。気づけよ、お前入った時に。で、ゆいちゃんもバスタブにボーンって服着たままぶっ込まれるって。ひどいでしょ？ああ、杉さん夢中になりすぎて、もう課金してまで見てますもんね。そう。で、鳥さんが、まあ当然血を吸っちゃうわけなんだよね。そしたら、こう、風呂上がりのゆいちゃんが、あの、緑川さんに捕まって、お前、血を吸われてるかって言って、おい、シューって言って入ってくるのよ。シューって入ってきて、めっちゃビリヤード遊技場みたいなところ、屋根に、ビリヤードめっちゃあるのに、おい、シュー、お前ダーツで勝負だって言うからね。何？え、何なの？はっ！って言う。え、ビリヤードじゃないの？って。ダーツで勝負だって言ってみんなダーツし始めるって。多分、ディアラバをここまで語れる男は現時点で過ぎたんだけど。いや、あの、エンディングのね、あの、ドゥ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 って、あの、エンディングの曲が素晴らしいんだよね。え、見た見たみんな、ディアラバ。一話だけ見ました。朝倉くんどうだった？ちょっと、僕にはちょっと難しかった。ほんと？まあ、ディアラバの彼らも相当過去辛いからな。そうなんですか。そういう辛かったよ。多分お母さんなんだろうな、あの改造に出てきた子はな。おあの、許しませんっていきなり言われて、小西さんの役がひどくてね、あの、じゃあ紅茶を入れましょうって言って、一番優しそうな顔してんのよ、メガネかけてて。で、ゆうちゃんのために紅茶入れるのかなと思ったら、ゆうちゃん突っ立ってて、小西さん自分で入れた紅茶自分で飲んでんの。何なの？いや、なんか、あなたのために紅茶を入れると思ったんですか？とりあえず、香りだけ楽しみなさい。いや、もう、何なんだろう、本当に。世の中の女性は、もう、そういうのに、キャーってなっちゃうんですかね、もう。知らねえ。すごい。世の中の女の人なんか知らねえ。俺は俺の楽しみ方で、
でディアボリックラバーズ見るんだ。どっちに感情移入して楽しいんですか、それ。俺はそれを上から見て、うん、ギャッハッハッって笑ってる。神の視点から見てる。そうそうそう。うん、わあ、なるほどな。でも逆にそのディアラバの男人を女性に入れ替えてみると、なんとか理解できるような気がしないでもないです。ああ、うん、ね、それだ。さっきのイベントだって、うん、お風呂に引き込まれちゃったりするのを、うん、女の子に入れ替えたら。わかりますよね、なんとなく。そっか。いいっていうと。じゃあ、そっか、うん。理想のキャストに入れ替えたら、ある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 。理想のキャストまでは言ってないですけど。眠そうな声の桑島さんがね、うん、お風呂に入るんじゃなかったのって言って、うん、いや、もうあなたいると入れないしって言って、うん、わー、ボシャーン、ボシャーンガブーって。ガブーって。あははははって言って。の、いい。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 すごいですよね。いい。はい。それで、横浜はね、俺なんであのイベントに行ったかというとね、うん、コープスのイベントに出たかというと、うん、スケジュールは空いてたんだけども、うん、ディアボリックラバーズの、うん、横浜アニメイトの展示会みたいなのね、うん、イベントを見に行きたいと思って、個人的に行こうってツイッターで言ったらそれを見られたらしく、うん、杉田さん空いてるんですねって言って、横浜でコープスのイベントに出てください。おやおや？おわってなって。本当はディアボリックラバーズのために使うつもりだった休日が。そうだね。休みじゃなくなっちゃった。そしたら、イベント会場、はい、隣がディアラバ店だって。おー。だから、イベント会場入りするときに、うん、さっとディアラバ店を見て。さっとディアラバ店を見て。もうヒロインのユイちゃん率、ほぼゼロに近くて。それそうでしょ。チゲドを履いたよ。だって、うん、ディアボリックラバーズのカフェ、池袋のやってるやつ、あれちゃんとユイの絵柄も、特典だったりするんだ。へえ。そうなんだよ。あれ、うん、でもカフェは行きづらい、さすがに。まあ、難しいです。さすがに俺、単体で行ってもダメだし、うん、そうしないと俺、梶田くんと行ってもダメだろ、多分。申し訳ないですけど、そしたら、もう速攻でバレると思います。ダメだよね。もうアニメとかって普段見る？見るよ。結構。うん、俺、もう全然この業界入ってからさ、見なくなっちゃってさ。いや、お風呂のお湯入れてる間見ようかなと思って。うん、ディアボリックラバーズっていう乙女系原作がやつだったらめちゃくちゃ面白くて、緑川さんのまあ、やってるヴァンパイアがライバルのやつに、じゃあ俺と戦えって言った時に、周りすごいビリヤード台みたいな場所なのに、ダーツで勝負だって言い始めたら、いやビリヤードやれよっていうね。マジクリと弾丸が終わって見るアニメないなと思ってたら、ディアボリックラバーズがクソ面白かったですよ。ということで残念ながら、はい、0秒なんですよ。告知タイムが。あれ、まあ残念ながらというかそうやろうなと思いますけど。どうします、部長。あれ、でも宣伝しに来られたのに。なあ、うん、あとディアボリックラバーズの話するよ。その時間もないの。ない。なんでその時間はあると思う。その時間もないんですよ。そうだろう。